はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい、こんにちは。はい、はい、今回もちょっとね、トーク動画を撮っていきたいわけですけども、まあトークというよりは報告会ですね、はい、報告会、まあ確かに報告会ですね、はい、はいはいはい。まあ前回の、まあ、こういったトーク動画で、はい、封じの字が発覚しまして、まあまあそこでね、皆さんにちょっと、はい、まあ、緊急発表ということで、イボジね、イボジイボジでございます、はい、まあ1個だったんですけども、この、はい、3日間ぐらいですか、3日4日間ぐらい、3日経ちましたかね、はい、はい、でまあ何個になったかっていう報告をしてもらおうかなと。そういうもんじゃないのよ、違う違う、トロフィーみたいなと思ってる実績会じゃないのあれ。違いますよ、違いますよ、お尻を雑に扱ったポコンじゃないのよ。あ、そう違います。まあ前に、うん、その私のイボジの話をした時は、はい、まあ自己判断だったんですよ、うん、お尻にポッコリなんかできてる。ああ、そうだ、確かに。で、市販の薬を勝手に塗ってるの話だった。病院行ってないって言ってたもんね。そうそうそう、行ってなかったのね、実際。まさか。なんすか。あれ病院に、病院に行った、行ったよ、なんだその言い方。行くよ。行ったか、とうとう。何病院に。大人になったかみたいな。病院行ったか。行きましたよ、うん。いや、それもですね、うん、まあ、ちょっとこれ、前回の動画の話ですけど、うん、思いのほか、うん、同志がいました。はい。コメント欄ね、俺もびっくりした。いや、嬉しい。俺はもう本当に救われたわ。うん、なんなら、G の人しかいないんじゃないこのチャンネル。んなことねえよ。なんだそれ。ねえだろ、俺ら G の人にいい動画とかあげてねえだろ。ちょっとね、本当うん、コメその字に関する字の人へのコメントには僕どんどん返事してますんで、今、うん、これなんだ、え、これも今なんつうこれなんだ、これちょっと心細さの表現です。ああ、そうだ、体に態度で出ちゃってた、ずっと心細さがやっぱ、はい、でもやっぱ今はコメントで書いてくれたのもあったので、うん、うちの親家族も、うん、まあ、動画見てくれてるんですけどね、いつもチャンネルとか見てるんですけど、あげてよかったよーってみんな。なんでどういうことみんなにも知ってもらえて、その気遣ってもらえるし、うん、やっぱ情報も出るし、うん、何よりそのやっぱ病院行った方がいいがめちゃくちゃあったんですよ、コメントに。うん、もうそれでだから、いや安心したって、やっぱそれな、一人で抱え込んでたらどうしようと思ったみたいな。30で字抱え込むはねえだろ。やっぱいつも言ってもね、お子さんですから。おい語りかけんな。画面越しにやめてくれ。いや、そう、でも病院行ってくれがいっぱいあったんですよ。で、いや、で、まあ僕は実際も行かないつもりなかったんで、うん、もう絶対行こうと思ってたんで、うんうん、そうだよね、もともと行くみたいな話したもん、ね、そう、うん、で、ま、動画撮った次の日の夕方かな、うん、に行ったんですよ。うん、え、ちょっと待って、やっぱ一番気になるのがやっぱね、はい、いい、なんですか。あー、もう第二関節ぐらいですかね。え、お姉さん、お姉さん、おじいさん、うしかも2人、うん、おおおえこう違う、なんで2人で、せーのじゃないんだ。えやってない、あ、ちょっと遅いよっつって、もう一回やろうって。なんでね、メイド言われよみたいな。一緒にゲームやってるみたいになってるんで。いや、なんか、案内するおじいさんと、うん、開けるおじいさんが違った。ああ、なるほどね。そう、うん。で、そう、やっぱ横になって、つって、うん、もうこう、もう本当、太一と同じポーズ。うん、もうこうやって縮こまって横になって。うん、あ、平べったい。ま、そうあれに乗っかってってこと、それともなんか俺の予想なんだ、こういう分娩台みたいな、いや違うあえて足こうやって固定してじゃないよ、あ、じゃない、違う横に、ほんと横になるだけだった。あ、そうで見て、もう、うん、やっぱ開口一番もう、うん、あーがもう聞こえて俺に、うん、おじいちゃんのあーでしょ、そう、うん、あー、はいでもう、あー、これねーってもう普通喋りながらもうグッポって、じゃあ入れるよーとかないの？ない。なるほどね。あ、そう、あ、これはそうだね。外自覚、まあ、自覚って言うんですよ。うん、外の自覚、外自覚。うん、外自覚グッポってもう、俺も、でそしたらもう一人のおじさんが、あ、息吐いてっつって、すごいね。入れる人と落ち着かせる人がいるんだ。精神を使ってる人とやっぱ肉体を使ってる人がいて、神様じゃん、もう神様だよ、その二人、二神が
横にいて、風神雷神だ。風神雷神じゃないんで、コツコツしてないんで、そんな。で、見て、で、それでまあそっから説明が入って、そうそうそう、でも一回、でも、多分血ドバドバ出てたと思う。でも、めっちゃ吹かれたから、その後。そう。で、まあでも結局その、そう、自覚ちゃんと聞いたんですよ。うん、イボジってさ、うん、ニキビみたいなことだと思ってる。まあ そうだね、なんか出来物だね、うん、あね、血まめなんですよ、簡単に言うと。あ、そうなんだ。え、そんなんじゃあほっといたらなくなるじゃん。あ、そうそう、でお尻の肛門がこうあって、まあ、お尻があるじゃないですか、うん、ね、のなんつうの、もうカメラにあれしちゃったけど、あの横にこう血が通ってるというかね、うん、っていうなんかそういう なんつうんだっけな、まあ、血流があるね、血管というか、そう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 、うん、でもお尻特有のがあって、うんうん、でそこの血がちょっと傷ついたりとかで溜まっちゃってる、うん、けどそこってやっぱお尻って常に座ったり動いたりして、うん、まあ、だからこうほっとけない場所なのよ、うん、まあ、トイレももちろんするし、うん、だからほっといても治るもんじゃないと、うん、そうだから薬で治そうと。なるほど。いうことで、で、まあ、まあ、よくある地に塗る市販薬の10倍強いやつをいただいて、うん、で、あ、そ、塗るんですねって言ったら、うん、いや差し込んでって言われて、うん、え、それはそのそこでなわけじゃん、自分で差し込めないじゃん。いや今毎日2回差し込んでんの、はい、差し込んでます。はい、このどうやって差し込むの、どんぐらいかな、どうやって、どう、難しくない、どんぐらいかな、まあここより上ぐらい、これぐらいの、うん、まあ、あの本当に攻めダインみたいな細い。わ、ちょっと待って、ゾワってするわー。ゾワってするわー。ちょっと皆さん、あの見てる方、こっから。これ、あの、そうだね、あのタイトルに。言ってなかった、入れとかないとダメだね。閲覧注意。閲覧注意、まあ、視聴注意。まあ、絵には出さないけど、うん、そう。お、だから、それを、まずは外側に塗って、うん、で、ちゃん中にも服用して、その後に、あの、弾丸を。座薬、あ、まあ座薬ね、うん、座薬も全部入れてます。自分、あ、そっか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 、こうやって入れる、してた、え、いやいや、座薬ってさ、気をつけって入れるの、そうだから普通さ、うん、ずっと入れたら終わりと思うじゃん。座薬なんて、まあ、まず座薬なんて俺、いや、小学校ぐらいの時は熱出たら親がもう座薬入れるっつって入れられたりしてたけど、もう、はい、本当に小学校ぐらいかな、うんうんうん、だからもう20年ぐらいはもう入れてないかも。ね、うん、いや僕はもう一回もなかったんですよ。あ、やったことなかった。記憶にある石はね、うんうん。そう。で、まあ、やっぱ普通に入れると、うん、やっぱお尻って、まあ当たり前ですけど、入れるもんじゃないじゃないですか。うん、出るとこじゃない。出るとこだからね。うん、そう。だから、やっぱこう、こなんていうんですか、押されてるんですよ、ずっと。うん、こうやって入れようとしても、うん。だからそこを、かがんでここまで行って、入ったら、打ってやると、うん、勝手に入ってくんだ。キポンってそう、キポングググググってこうやって、キポングググググって入ってくから、うん、それでオッケーっていうのが。なるほどなるほど。はい、それをもう毎日やって。うん、どう？3日病院行ってどんぐらい？何回やった？3日かな？3日経ってますね。どう？なんか変わった？全然変わんない。でもやっぱり痛くないね。あ、痛みなくなってきた。薬のおかげで。うん、あ、本当、あ、それは良かったね。ただ触って大きさが変わってるかって言われたら微妙なんですよ。なんかコメント欄にもあったけど、うん、手術して早く取った方がいいっすよみたいなの結構あったコメントに。いや、それがね、うん、その病院で、うん、もうだからそのグッポってなって、うん、ああ2回近くだねーって言った時にもうこの横になってる俺よ、うん、のもう ここぐらいよ、うん、で手術するってもうした方がいいんじゃない。いや、でもまあちょっとこれも良くないかもしれないけど、やっぱその、うん、その日その次の日って一応ちょっと仕事があったんですよ。あ、で歩けなくなっちゃったらどうしようと思って。うん、あ、まあ確かにね、横になってないとダメかもね。で即はちょっと怖かったっていうかね、うん、きついので、うん、いやちょっと明日もあれがあってって言ったら、うん、まあ、薬でじゃあとりあえずやってみよう、まあいきなりはそうだよねって。もうそっからもう、ね、超優しい。最初はなんか、あ、関谷さんって感じだったんだけど、もうそっからもう、あ、薬で、ね、それどういうこと、手術ルートだったらめっちゃ厳しいままのおじさんだったってことだよね。そのまま行くしたんで？だから優しさ見せたくなかったんでしょ、多分手術。これから俺手術するかもしんないっていうやっぱ状況で、その優しくしてたら、
やっぱ手術もうまくいかないから、多分その感じで来たんでしょ。そんなことねえだろ、別に。優しくしてくれよ。だって、薬の話になったら優しくなったんでしょ。まあ、てか、俺は薬の話ってよりは、やっぱこう、入ったか入ってないかなと思うんだよね。やっぱ一回入ってるから、もう気づかないじゃん。え、だから多分、だから、お前はもう俺に入れられてるぞっていう。もう、やっぱ、ただならぬスキンシップを取ってるぞっていうので、やっぱ、まあ、上下関係ができたというか、主従関係が出来上がったみたいなことだよね。そんなコアな話になるから、そしたら。まあでもやっぱ多分、辛いだろうなっての分かってもらうんだよね。うん、これは辛いわ、みたいな。で、まあ、説明受けて、薬で治すけど、一応2週間かな、うん、やって、2週間ももらったんですよ。うん、やって、変わんないなら、ちょっと視野に入れた方がいいよって。で、別になんかその、やばいじゃないからその方が早いよっていう話だからっていうのも聞いたんで、うん、もしかしたら、まあ、俺もその仕事とかの関係で大丈夫そうなら俺は した方がいいと思うけどね、うん、なんかコメント欄とか見てる感じもそうで俺もやっぱその結局血豆だから、うん、取っちゃった方がいいね、うん、別にそんな痛くないほくろ取るみたいなさいやいや痛いよ絶対あんなじゃあほくろ取るも知らないけどレーザーじゃないからね絶対まあねまあそのなんていうの切除をね切除いやでも血豆なんて、はい、自分で潰したことない血豆いやそれがねやっぱそのただの血豆っていうのは血管が切れて皮膚の下に血が溜まる、うん、じゃん、うん、じゃなくてなんつうのそのあ分かったその分かるでしょ、うん、血管に溜まってんのなるほどね切除すると、あ、じゃあもう血管ごと切ってることになるのよ痛いのか普通にそうそうそうだからまだ俺の体の一部なのちゃんと血豆ああなるほどねそう、はいはい、だからそうそうそうでそれだから手術しなきゃいけないけど、まあ、うん、手術が一番いいよって話はされてるので、はい、まあそれは全然視野になんか怖いから嫌だとかじゃなくて、まあそうだね、もう取るべきなら取ると思うんで、だからなんか、はい、ちょっと集まりたいね、なんで？応援隊みたいな感じで、何それ？また書かれんの俺、また尻に書かれんの俺、いやいやいや、頑張れって。頑張れよ病院行く1時間前ぐらいにさ、うん、芸人ギルドとかで集合してさ、うん、じゃあはいはい今日も芸人どうもこんにちは芸人ギルドでーすって、あー動画撮って回して、うん、富士のイボジを撮っていきたいと思いますいやいや迷惑系 YouTuber よ俺からしたら俺の主観で見たら迷惑系 YouTuber 来てになってるよいやでもまあまあそれはでも都度都度報告します、うん、まあ心配もかけたくないですし何富士何してんだって思われたくないし、そのなんかあれなんか最近顔出さねえなって3日間ツイッターとかも何もないなってなった時にそうイボジ療養ねそうしてるので言いづらい写真もね腕とかだったら分かるんだけど、うん、見せれないからねですけどまあまあ一応だからネガティブにしてたりとかその放置はしてないんで安心していただきたいというところでございますので、うん、まあそれを今日は聞けただけでもかなり俺は収穫でしたねああよかったよかった、うん、もうそれはね収穫ってなんでまあでも一応やっぱ人間としてのステップアップはだいぶしましたねまあやっぱ経験だからね何事もねいやそうよ、うん、ないでしょやっぱりイボジになってない人よりやっぱイボジになってる富士の方がやっぱ経験値高いからね、うん、そうトークテーマは多いですからね、うん、はいもうでももう馴染んで座布団も馴染んできたしあちょっと持ってきました今まさか今もあ使ってますよもちろん座ってるもうはいちゃんと使ってますから本当だAK レーシングがぴったりなのよ。ああ。アタッチメントかと思ったもん。そういう専用の。あってもいいけどね。確かに。追加の方がいいね。その専用って前、なんかさ、うん、真ん中に穴開いてる専用とかだと大変じゃん。うん。アタッチメントで。あっても全然いいと思うわ。これは。だし、もう、相棒として持ち歩いてますんで、ザブトン。ね、手越さんのとこに持ってたし。言った、ちゃんと。ああ、言った、ちゃんと。うわ大変だね。やっぱね、そう。あ、そう、じゃあ、それ気になるわ。手越くんに切れ字を、あ、切れ字じゃねえや、イボ字、うん、を報告した時の手越くんの反応。いや、やっぱ、うわ、大変だね。っていう感じ。うん、全然なんかその、イボ字みたいなやっぱね、一人もいないわ、今のところ。まあ、大人になったらね。そう、子供、学生とかでさ、なんかイボ字かよ、お前とかなるじゃん。触んなよ、みたいなね。そう、大人はね、やっぱね、うわ。やっぱそのあのマネージャーのねあのかけらさんとかもやっぱこうやってあのイボジってやっぱ言わずにあの大丈夫です指さしてこう言ってくれるし女性だからねやっぱ気使ってくれる、うん、みんなありがたい世界ですよ本当に、はい、あでももう関谷イボジさんも
これから風字の字があの字のイボ字の字になってるだけでもちょっと新しい世界なのに関谷イボ字は関谷切れ字イボ字じゃん。じゃあコンビじゃない。マスカタさんにまた解明のやってもらいます。やだな、スター出たらそれでキッカードペローンだって。夢希望夢希望のカード出る。最高の最高のステップアップみたいなの出たらどうしよう。イボジでどうすんね。でもそれはもうでも聞いてみよう。イボジはどうなんですかってマスカツさんに。イボジってどういうおぼし飯なんですかって、うん、まあでも本当に思いのほかっていうかもうコメントもあったかくあったかかったね。情報も出てるし、うん、やっぱ俺以上がいっぱい出てきてくれたんで全然まだまだだぞっていう。ほんと心強いあれが、うん、お前なんか大変そうな顔してるけど全然まだ。あれいなかったかなコメントに。いやお前ださっき言ってたそう、うん、いやお前全然それイボジなんてもう G じゃないからみたいなそんなんはいない。そんなんはいない。いなかった全然。もうそんなんはもう、まあ、なんかもう唾つけとけ直るよみたいなさ。俺の方がやべえぞっつって。いないいないそこは。それはいなかった。やっぱねやっぱきついの分かってるから、うん、あ君もなんだねってなるのそう君もかいってなるから。でもやっぱちょっとだからこう職業学歴マウントみたいな感じのあったけど、ね、私はこれとこれとこれをみたいなすでに経験済みですがみたいなってちょっとあったけど、まあやっぱ先輩だよね。そう先輩の話はちゃんと聞くので、うん、だまあ手術編もしかしたらあるかもしれない。あるんじゃないやっぱり。トーク手術編。あ、まあこのまま薬やってね、そのまま治ったらないかもしれないけど。うん。まあぜひともこちらとしてもやっぱあってほしいね、それは。まあそうね。3部作。面白みを期待すんなよ。でもなー、3ってこけるからなー。いや、こけるから完結編なのよ、3部作は。こけるから最後だよっていうことによって。失敗して終わるんじゃないですか。やめろよ。どうなんだ手術失敗。イボジの手術失敗って何が起きる。いやでも増えちゃうんじゃないやっぱり。なんでだよ。すいません増えちゃいました。失敗しました。ゼロになるか、ゼロになるか2倍になるかあったんですけど、2倍になっちゃいましたじゃないんだよ。次もゼロになるか2倍になるかですけど、どうします俺4つになってる。2回失敗して。それないようにしますから、それは。はい、もう薬も飲んでね、うん。上からも飲んでるし、まあ、もう下からも飲んでる。本当にお大事にですよ。はい、大事にしてますん で、うん、で逆にだからタイムリーで最近実は私持ってきておいたら参考にしてほしいこの話は、うん、もう病院に行ってほしいし、まあ、病院に行ってない人いるかもしれない。確かにそう言った方がいい、うん、あのね、まあ、恥ずかしいもあるだろうしあれだけど、まあ、コメントにもあったけど専門医ですから、うん、自分からしたら初めてだけどあっちからしたらもういつものいつものなんですか。まあ1000、1万の中の1位だから、ね、うん、そう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 、うん、印象にも残んないから、うん、行くべきですね、うん、はい、僕もあの別に反らずに行ったんで、うん、反らずに行ってもらわなかったんで。反らずに行った、行った全然それもうわーって言われなかった。言われない。猫飼ってんじゃんってちょっとどかしてくれよ。いやおい機械とかやってないよ。そんなやってないんだ。そこまではやってくれないんだ。やってくれるか。かかるわお金多分。なんかオプションとかであったんじゃないですか強めのツッコミってチェックって入らない、うん、問診票に書いてないだからもうあの即時行っていいと思う。もうお風呂で洗って即時ぐらいですから、うん、清潔にしてね。もしちょっと誰にも言えずに悩んでる、うん、僕はもう芸人だからって言ってますけど、うん、言えずに悩んでる人もいると思いますんで、うん、もう即時行ってください、はい、ぜひ、はい、というわけで、はい、完結編になるのか次回が、はいはい、まああるまあその薬にしろ手術にしろ完結編はちょっとまあまあその結果はもちろん言いますので、うん、はい、ちょっとねまたあのこの僕のイボジシリーズお付き合いいただいて、うん、はい、ありがとうございますというわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。はい、さよなら。チャンネル登録お願いします。